にちは、香港の日本語教師の奥さんです。今日は香港人 の、 プロダクトデザイナーですごく有名なアラン・チャンという人がいるんですけど、大変な親日家で、日本 の、 いろんなもちろん中国もなんですけど、そういうものからインスピレーションを受けて作品をたくさん作っているアーティスト の、 VIP なんていうプレイベントなんかっていうのを遊びに来ました。今回ちょっと人が多いので人に向かってカメラが少ないので、とりあえずこれをこの人がアラン・チャンさんが若かった頃のですねイメージですね。でこんな感じのポップなデザインから、他にはですね、例えばこういう木の感じのものとか、ちょっとだけ写してもいいかな、こんな感じで後ろは結構広い。ここは香港のウェストカオルンディストリクトというところの、M プラスという一番新しいモダン美術館ですね。最近だと奥様弥生のミラーボールの部屋とかが有名なんですけど、そこに来ています。なんかこんな感じです。ちょっと大勢の後ろにアラン・チャンが映ったような気がする。こんな感じのところに来ています。香港つい最近までなんていうんでしょう、美術とかアートが何もないみたいな言われ方をしてきたんですけれど、香港政府もそういう美術とかアートとかにものすごく力を入れるようになって、で実際にアラン・チャンのようなね昔から活躍しているデザイナーさんとかもいっぱいいらっしゃって、ね、すごくね最近は盛り上がってきています。あと中国人の若手のアーティストとかがすごく育ってきているのと、あとは経済はねそこまで良くないんですけど、でもやっぱりこう一部 の、 超富裕層の人たちが美術作品にねたくさん投資する傾向があって、でアートバーゼルとか香港のいろんなギャラリーの展示会とかたくさんのねイベントがね行われています。とってもね素敵な感じです。ちょっとだけ見に行って回転できるかな、歩けるとあまり人が入らない橋を、なんかこういう木の箱とかもデザインされてるらしい。あとはアランちゃんがなんかインスピレーションをなんか受けたなんかいろんなこう中国のものとかをこうやってなんか展示しているらしいです。で中にはこれは日本のものなんじゃないかな、例えばこう漆のそうですね、こんな感じで日本語のものとかというわけで見てくれてありがとうございます。